登場。クモのようなノコギリクワガタって、うん、足の長いホクロみたいにこう黒点がなんかパワータイプに全振りしたヘラクレスみたいな、うん、すごいわ。おお。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが骨の髄くんです。いい髄です。あ、いい髄か。やっちゃった。骨の髄はなんかしゃぶるやつ、鬼が。いやいや、わかんないけど、そうなの。全然知らないです。いや、適当に言うなよ。いや、下の名前とかで呼ぼうかな。なんでミネストローネだっけ。違うわ、うまいだろ。じゃあ、いや、どういうこと。もうそんな美味しそうな名前じゃないです。もう下の名前ゴンタって言います。お前下の名前ゴンタって言うの知ってるだろうか。おお、何勢いで帽子が取れたってこと。なんでもねえんかい。一緒に伝説作っていこう。ああ、このように、まあ、立ちの姿勢で、うん、基本的な私服というか、まあ、衣装というか、うん、っていうところでオープニングを撮る、うん、イコールもうあれしかないんじゃないかな、基本的には。あ、もう分かってる、イズリ。もうあれしかないでしょ。まあ長年やってるしね、カメラマンもね。行きましょう。うん。ルックブック。ルックブックやるわけないだろ。一着目これですじゃないから。あ、だったらもっと肌着になんないと。いや、知らないわ、俺、ルックブックのその初期フォルム。毎月やってないでしょ、ルックブック。ルックブックやってないから。うん、まあでも、自分が作ったグッズだけで、うん、ルックブックみたいなのは、昼動画でいつかやろうかなとは思ってるんだけど。どういうことですか。だから、購入できるじゃん、T シャツとか。うん。あれ、パーカーとかいろいろ実はあるから。そう。そんな種類あったっけ、でも。そう。一週間。結構あるんだよ。あ、そうなんだ。そう。まあ、色とかもあるしね。ただね、今弱点としてパンツがないんだよ。ああ、じゃあそうポンポンだ。そう、だからもう画角で上だけのルックブック。そんなあるか。上半身ルックブック。そんなあるか。そう、それもいつかやるかもしんないけど。ある、やるんかい。そうそうそう、もうちょっとグッズ作ってからね、うん、作りたいやつはいっぱいあるから。うん、うん、今回ね、ルックブックではなく、うん、ランバージャックに委託品を持っていきます。おー、なんか近かったか、はい、いや、近くねえよ。ランバージャック服屋とかじゃないから。今回はもうランバージャックにも本当ずっとお世話になってる、うん、ランバージャック、まあ、10年以上の付き合いか、もう、はい、かれこれ、毎月委託を出させてもらってて、うん、まあ、レンタルスペースっていうのを2階建てでランバージャックで、はい、その2階で、借りてる人が、下のレンタルスペースを借りた人用の、まあ、棚みたいなのがあって、うん、そこに、整体を委託販売できるっていうシステムがあるんですけど、はい、でその売り上げから何パーセントがランバージャックに引かれて、毎月まとまって入ってくるみたいな、うん、そう、それのおかげで、また飼育用品を追加で購入できたり、うん、飼育したい種類を購入できたりとか、うんうん、っていうのもあったりするんだけど、そう、すごい非常に助かるシステム、はい、うん、っていうところの、僕はまあ特別にランバーの単純に棚、うん、スペースをいただいて、そこで出させてもらって、もうかれこれもう YouTube 始めて3年以上になるのかな、もしかしたら。うん、出させ続けてもらえてるという、はい、ありがたい話を、うん、そう言ったらもうランバージャックの商品を置くスペースとして変わってもおかしくない場所だからね。まあ、そうですよね、本当に。そうそう、しかも結構なスペースを借りて、うん、まあ、いただいててというか、うん、というところになるんで、まあ、それも皆さんがこう動画を見て整体を購入してくださったりとか、はい、してくださるおかげになりますんで、うん、そこを改めてありがとうございます。ありがとうございます。で、今回はだからその整体また今月も出させていただくので、うん、はい、そこに持っていく前に一旦ここで、まあ、ざっくり生態今回何がいるかっていうのを紹介してからランバーに持っていこうかなと思います。はい、はい、ということで、まあ、1匹目から紹介していきましょう。はい、今回はね、ただ種類的には前回の方が多いかもしれないけど、うん、数は今回の方がちょっと多いんじゃないかな、うん、というところで、まず1種類目、これはランバーお久しぶりの登場じゃないかな。ちょっと探さないと大変な種類、そう、本当にね、いるか不安になるね、こんなにいないと。大丈夫ですか。大丈夫だった、よかった、よかった。はい、一種類目、はい、こちら、はい、ノズノコギリですね。ノズノコ、はい、まあ、珍種ですね。おー、うん、まあ、ノコギリクワガタ、まあ、ちょっとクモのようなノコギリクワガタって、うん、足の長い、日本のイメージしてるノコ、アゴ、ハサミの部分がはっきりとしたクワガタっていうよりはもう本当パッと見メスみたいなアゴ感の、うん、顎もちっちゃくて、まあ、体の色味はね日本のノコギリっぽさはあるけど、はい、やっぱこの
サイズ感小ぶりで、まあ、ちっちゃい、これがまあ特徴かもね、はい、小ぶりでちっちゃいって同じ意味だったけど伊豆に気づいてもらえると思ってたな。いや、本当ですか。うん、な、本当ですか。いや、うん、ちょっと天然炸裂したのかと思って。いや、言ってよ、じゃあ、だとしても気づいたなら。僕はちょっと気づかなかったです。気づかなかったかい。まあ、俺の首都早いからな。首都ぐらい早いから。ああ、うん、あの人伊豆に、え、なんか、え、酸素足りてない。いやいや、なんで。頭回ってないのかなと思ったけど。ああ、うん、確かにさっき懸垂してきたから。あ、懸垂してきてんの。午前中から。うん、いや、もうボロボロじゃん。あーってボロボロすぎるから。はい、じゃあもうこれとりあえず1種類目がこのノズノコギリです。飼育自体はすごい簡単。まあ一応ね、マットにも土にも、うん、材にも産んでくれてる印象はあるんですけど、まあ材入れて産卵セット組んだ方がいいかなっていう印象です、僕的には。はい、でこの子はまだ羽化してそんな経ってないから結構長い休眠期間が、うん、半年から長いと1年ぐらい休眠しちゃうから、うん、まだまだあの餌は食べない状態って感じかな。はい、はい、これがね結構いる、多分 5点ぐらいいるかな。おっていう感じになります。これがまず1点目。うん、はい、さあそして、次、はい、これ初登場。お、初登場だって。はい、こちら、はい、ドルクスシネンシスコンコロール。おー、中国コクワガタ。名前なげー。そう、まあドルクス、まあシネンシスコンコロール、シネ、中国コクワガタの中国コクワガタ、そう、シネンシスコンコロールっていうやつなんだけど、まあ中国コクワガタって、まあなんかね、産地とか場所で形状が違う、ちょっと違う子が、はい、何パターンかいるみたいな感じで、うん、その中のコンコロールっていう風に分けられてる子、はい、だね。なんかうちでいうと攻めのコクワガタ、おドルクス攻めのっていうのがいるんだけど、と、まあ、すごい並べたら分かるけど違いが、はい、やっぱパッと見だけじゃあんまり分かんない。うーん、印象でいうとね、ここやっぱ顎がちょっとシャープなのがコンコロールのイメージかな、印象でいうと。そう、まあでもこの光沢感がねすごい綺麗で、背中のツヤ感がすごい綺麗な。うん、サイズ感はまあ5センチ前後って感じになるんだけど、うん、このね、僕の大好きなこの顎の先端の方にこう突起が、はいはいはい、なんだろう、無造作に生えてるような感じ、うん、ここの形がめちゃくちゃ好き、はいはい、うん、おー、この形が好き。そう、特徴かな。で、まあこれもまだ羽化してそんな経ってないから、休眠期間、まあ4ヶ月から半年ぐらいは寝るかなと思うんで、はい、またランバーの場所に置いてたら4ヶ月ぐらいで活動しだすんじゃないかなっていう予想。はい、だからまあ10月秋口ぐらいからブリードって感じになりますかね。うん、これも数点、3点ぐらいあるかな。なるほど、はい、こちらもお願いします。はい、さあそして、次こちら、はい、はい、うわ、スマトラオヒラタ、スマトラのちょっと小ぶりな子、90ミリぐらいかな。まあうちで言うとだいぶ小ぶりな方ではあるけど、まあそれでも十分立派な子、あんまり成長しなかった子だね。うん、そう、そうは言ってもまあ十分迫力のある子で、こっからこのオスメスペアで、幼虫、まあ、ブリードしてで、やったらまた大きい子も全然出てくるポテンシャルは秘めてるはずだから、はい、うん、まあただまあサイズ的にちょっと小ぶりなんで、すごいお手軽な値段にはなるかなとは思うんで。なるほど、はい、まあ、これ1点だけかな、今回は。スマトラね、すごいクロブスターケットまた出さないんですかとか、うん、大型の平田購入したいですみたいなコメントとかメッセージいただくんですけど、うん、ちょっとまだ出せないかな、うん、って感じになるんで、とりあえずスマトラはこの1点のみですね。なんでまあ気になった方はぜひお願いします。そうですね。さあそして、次、これも最近ちょくちょく登場してる子なんでしょうか。はい、ブラント白カブト。今ちょっと色味もいい感じで出てきてる。出てますね、うん、色が。これね、まだオスは6月、今月掘り出したばっかだから、まだ餌食べないんだけど、もうじき食べ始めるかな、もしかしたら。そう、真っ白な。で、ここの、まあ、白い部分のところにほくろみたいにこう黒点が出たり、模様がね、個体によって違ったりするんだけど、これ黒点少ない子も出てきたりとかするから、それはそれで、スーパーホワイトって言われる。スーパーホワイト、そう、スーパーホワイトの白カブト。ドラゴンボールじゃん。スーパーサイヤ人みたいなね。そう、感じで、それもそれで綺麗って感じ、はい、この子はまあ、どうだろう、通常ぐらいかな、多分。うん、通常より気持ち少ないかなぐらい。だからまあそこが別に特徴ってわけじゃないけど、はい、まあ、サイズ的には77ミリで、まあ比較的デカめの
コ大きい、うん、でグラントはやっぱすごい人気だね、うん、出たらすぐ売れるというか、やっぱ求めてる人が多い白色、まあまあまあでも神秘的だ、うん、ね、白いヘラクレスって感じの、はい、これで、まあ、やっぱ80とかなってくるとやっぱすごい立派だから、うん、そこで言うとね、やっぱ人気、まあこれが 2点いるって感じかな、あ、はい、うん、かな、なんでまあ今後ももしかしたら出せるかもしれないけど、うん、もしかしたらこれでラストになる可能性もなくはないから、なるほど、まあもしお、まあ、気になった方はお早めにお願いいたします。はい、さあそして次、はい、次もお久しぶりの登場かな、お久しぶりが続きますね、はい、こちら、うん、マルガリータ雛兜、あーピザね、そうマルゲリータのやつ、あボケるね最近いつなんかほら先生に好きあらばボケろって、いや教わんねえよいやいやいや教わってないですか聞いたことないよ、え誰あ穴学で、あ僕養成所3つ行ってるんだ、あそうか3つ行ってんのか養成所養成所3つ行った結果クワカブのマシンやってる結果ね結果あ10年時が経つと分かんないもんだね、そうですねまあ ここでボケるか、いやいいよここでボケるかとか言わなくていいんだからこれマルガリータ雛兜、はいはい、まあ僕が初めてクレジットカード2枚使って購入した方、はい、そういう思い出がある、そういう思い出、まあもう8年ぐらい前になるけど、うん、まあだから初入荷当初は54万円とかワンペアうわっていうところのすごい高額な種類ではあったけど、今となってはまあ飼育方法も確立されて、まあ幼虫もたくさん取れるっていうのもあって、今はもうだいぶ落ち着いてるかな、1万円以内で購入できるように、うん、子になるんだよ、そうだいぶ安くなった、この子も、まあ過去動画とかぜひ見てほしいんですけど、うん、今まで出てきたこともたくさん出てきてるんで、はい、そうこの子も今一気にバッと羽化してきてくれたんで、はい、今回でラストだけど数は多いかな、5点ぐらいいるかな、おお、うん、じゃあ欲しい人はね、うん、でもう一律全部6600円で、あ一律、うん、なるほど、一律、まあ、サイズ感がだからちょっと違ったりするから、よかったら見比べて、うん、まあ、スタッフさんに声をかけて見比べたりして選んでもらえたら嬉しいですね、はい、休眠は一応3ヶ月ぐらいは寝る印象はあるんだけど、はい、ただこれもう羽化して結構立ってる子もいるかもしれないから、眉玉で、うん、そろそろ羽化したかなってタイミングで割り出してるんで、正確な羽化時期が分かんないから、だいたいまあ5月に掘り出してるって感じだから、まあ4月から5月に羽化してるかなって感じです。だから2ヶ月、あと1ヶ月とか、もしかして長いと2ヶ月ぐらい休眠したら動き出すって感じの印象になると思うんで、はい、よかったらお願いします。お願いします。さあそしてちょっとサクサクいきましょうか。はい、さあ次これもちょっと久しぶりかも。はい、こちらベニノコギリ、おー、中国のノコギリクワガタ、中国の、うん、ちなみにさっきのあのノズノコギリはフィリピンの方だね。うん、うん、フィリピンのルソン島っていうところのやつなんだけど、これは中国の、はい、かっこいい、まさにこうもうほんと男心くすぐる、うん、武器みたいな顎を持つノコギリ。動物園で言ったらライオン。あんま動物園で言わないよ生き物例えてしまった、うん、そうね、しかも動物園でって動物で行ったらでいいから、ね、いやでもなんか動物園は動物園にいる動物で縛ったのかわかんないけどいやもうライオンがやっぱ一番人気みたいなところなんですよ、まあ、男の子から。まあ確かにライオンはやっぱ、うん、こう百獣の王って言われるぐらいだからね、はい、うん、そのまあでもやっぱオレンジの部分とかがそうさせたのかな、もしかしたら。ああそうっすね、いいそうじゃなさそうだなそうこれね、うちで言うと結構デカめな67ミリ。おー、だから今回は60後半の子が多いかなって感じです、うんうん、で、もしかしたらランバにもいるかもしれないけど、はい、多少いるかもしれないけど、うん、だからサイズ感大きい子がいいなっていう方は今回の子がおすすめかもしれないですね。 おすすめ、うん、で、羽化時期は、オスは6月に掘り出し、メスは4月ぐらいだから、はい、まだもうちょっとかかるかなって感じです。うん、おそらく半年近く寝るんで、お、うん、まだだからまあ冬まではいかないけど、うん、秋口ぐらいから気にかけてもらえたらって感じですかね、餌とかは、うんうん、まあ、この子も、まあ、サイズは、前後あるんですけど多分数点いるんで、うん、はい、よかったら見に来てください。はい、さあそしてまだまだいきます。まだまだいきます。次お久しぶり、お久しぶりが多いですね、やっぱ1年経つとって感じだからね。はい、こちら、お、帝王平田、帝王平田、うん、100ミリを超える平田クワガタ、これ92ミリだけど、そのスマトラとかパラワンとはまた違った迫力のある、うん、まあ結構スタイルのいいタイプ、うん、
スマトラに比べるとこう横幅がごついとかって感じではないんだけど、で顎もねここの突起の部分が結構先端の方に寄ってて、よりシャープな感じの雰囲気がある、うん、クワガタ。そうこれも、まあ、一番うちで言うと96ミリがまだ一番大きい子って感じになるけど、100ミリ超えてくると絶対すごい迫力になると思うから、まあ、帝王ヒラタもやっぱスマトラパラワンとかについてすごい人気の種類だから、はい、まあ、気になった方はぜひヒラタ好きの方とかはぜひ検討してみてください、うん、はい、これ1点のみになります。うわ、なるほど、1点のみのやつもあるんだ。そう、1点のみも全然いる。ここで見てお目当てを取れればいいですけど ね、 ね、欲しい人は。そうね、ここでちょっと検討してもらえたら嬉しいね。さあ、そして次はこちら、はい、おなじみではあるけど虹色クワガタですね、の緑、虹色じゃな、はい、緑タイプの虹色、はい、うん、この虹色も結構久しぶりに複数出せるかなって感じ。6点ぐらい、うん、そうやっぱ夏になってくると、うん、多分初めて飼育したいっていう方とかが、うん、うん、やっぱ増えるから、うん、そういう方にすごい人気、はい、特に確かに僕の知り合いも、うんうん、そのクワガタとかカブトムシとか興味なさそうな女性だったんですけど、あの一回飼育したことあるって言われて、それ虹色だったんです。ああ、やっぱ虹色ちょっとね、まあ、クワガタカブトムシ感がちょっと少ないというか、うん、やっぱ宝石と言われてるだけのことある、はい、この美しさで、まあ、これは確かに魅了されるようなね、うん、綺麗な、そうで色彩変化もあるから、そう子供はまた、まあ、極端に言ったら赤色とか、はい、紫とかが出たりとかもあるから、うん、そういった部分の楽しみ方もできる、サイズ以外も、はい、楽しめるし、飼育もすごいしやすい種類なんで、うん、うん、これがまあ緑が多めかな今回はって感じになります。そうだから、まあ、積極的に虹色はまた出していきたいなとは思うんですけど、はい、今多分結構ね少なくなってたからね、うん、虹色が、そうようやくまた人気ですね、そう、 うちのサイクル的にようやく羽化しだしてくれたって感じになります。はい、はい、これがね、あと一応今回は緑と紫か、うん、紫が多少いるって感じかな。紫はまたもう全く違う色だよ ね、 全然違いますね、緑とちょっとどこまで伝わりきってるか分かんないけど、うん、確かに、うん、けどまあ緑と紫だったらまあ全然違う、そうね、まあ色が違うっていうのは分かってくれるかなとは思うけど、はい、実物の方がやっぱ綺麗なんで光沢感とか立体感増して、うんうん、だからまあぜひ遊びに来れた方はちょっと見比べたりしてください、ぜひ、はい、うん、だからこの虹色、紫と緑含めてまあ 5点ぐらいかなって感じです。なるほど。さあ、そしてラスト、はい、はい、おなじみの、おなじみのヘラクレスオオカブト、はい、はい、うわー、これがね、147ミリなんだけど、この子はめちゃくちゃごつい子、はい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 、なんか、うん、ブラックジャックみたいになってません、ね、今あ、ここがねそう、で多分こっちにティッシュがかぶさってたんだろうね、うん、こうやって、はいはいはい、そう、だからそっちの方だけ保湿されて色味が出てないんだけど、はいはい、そう、ここにちょっとね、コブみたいなのもあるんだけど、確かに、なんか、うん、確かにブラックジャックコブあるもんな、あ、ねえよ、ねえか、傷はあるけどなんか、うん、クリアムヘラクレス、おお、コブありますよね、クリアムヘラクレス、普通にクリアムヘラクレスって言っちゃったけど、俺がピンとこなくなるからあ、栗山監督に見せることができたヘラクレスね、スそう、あれも、あいつも、そう、たまにこういう風にやっぱ、うん、なったりするんだけど、はいはい、これも全然問題ない、うん、で、こいつはね、はい、めちゃくちゃお気に入りです僕の、うん、でだから親にしようかめちゃくちゃ迷ってるというか、うちでブリードするか、うん、迷ってる子なんで、この子だけ他に数点いるんですけど、ペアで多分5点ぐらいいるかな、はい、サイズ140か150ぐらいの、うん、他いるけど、この子だけまあぼちぼち高いって感じです、うんうんうん、そうだからまあお気に入りの子なんで、まあもし気に入って購入したい方がいたら、はい、検討してみてください、うん、そこ頭の角もめっちゃ太くて、はい、そう、ちょっとね、見比べないとなんだけど、うん、で、横幅が太い、はい、こうで、これね、極太血統の子、サムネとかでサナギの角太い子いるじゃん、はい、あの子系統の子、になるけど、この子だけちょっとその系統とはまた違う形のごつさが出た子って感じだから、うんはい、この子のお気に入りポイントはどこだったの？いや、これね、強いて、はい、まあ、何箇所かあるけど、その、はい、まあ、全体的に頭の角が太くて、はいはい、ごついっていうのと横幅もあるけど、うん、あとはね、このやっぱヘラクレス、僕的にはヘラクレスのかっこいいポイントって何箇所かあるけど、はい、ヘラクレスといえばやっぱこの角が体よりも言ったら
角の方が 60% 占めてるというか、角の方が長いの割合対してっていうのが、まあ一般的なヘラクレスのかっこよさ、僕的には、うん、なんだけど、こいつ体と角がまあ半々ぐらいで、まあでも確かにな、体でかいし、体がでかい分比較的角もそんな長いわけじゃない部分と、うん、まあ、この根元が太くて、うん、こう先端の方がちょっとこうスマートになっていく感じ、うん、鋭利な感じがあるし、このね、ここの頭の垂れ方、角の垂れ方も、そう、もう俺の理想的なフォルム。おお、なるほど、うん、なんかヘラクレスオオカブトの、うん、これぞヘラクレスみたいな、うん、かっこよさってよりは、なんて言うんだろうね、なんかパワータイプに全振りしたヘラクレスみたいな、うん、まあ確かにそんな感じはするな、うん、感じ、パワータイプの、そう、これが、ね、やっぱかっこいい、うん、で、この子に近い感じのフォルムの子がいるから、はい、うん、まあそっちの子を親にしようかなと思って一応この子は出させてもらうって感じだけど、うん、残ったらこの子もうちでブリードしたいから、はい、ちょっと高いって感じ。でも極太の血を受け継いでるんです。あ、そうね、うん、そう、だから今後そのいわゆる極太っていう子も出てくるかもしれない、はい、で、メスもこの子だけ、他の子はオスメスペアだけど、メスは、うん、店頭で選んでもらうみたいな感じにしようと思ってるんですけど、うん、この子だけ兄弟の子、うん、のもう指定ありのオスメスペアって感じかな。なるほど。にしてるって感じです。いい名付けがいるってことね。いい名付けがいる。そう、だからこの子だけ、まあ他の子はだいたい1万5000円から2万円前後、はい、2万円ぐらいかな、うん、って感じで出すんですけど、この子だけ値段は、5億です。多いな。今までに城の内が炎の剣士を使って負けてきた回数か。いや、多いな。炎の剣士5億回出してることになるけど、そうで5億回負けた。なんでそう、本当に統計取ったかのことでも5万5000です。おお、でも他と比べるとね、そう、他と比べると倍以上って感じにしてるんで、うんうん、まあ見てグッときた方は検討してみてください。はい、これで、一通り出し終えたかな。以上です。はい、はい、で、他に赤目の国産兜のペアが数点、うん、まあ、おー、うん、ペアが数点とオスタンが複数って感じだったり。いいですね、うん、赤目も人気ですからね、兜あとは、まあ、ちょっと羽開いちゃった子とかのヘラクレスとか、うん、そういう子もいたりとかするんで、うん、まあ、そこら辺も含めて、まあ、あと幼虫もちらほらいるんで、おー、うん、まあ、時間あるときに遊びに来てください。はい、はい、ということで、じゃあランバージャック向かいましょうか。行けますか。はい、それではランバージャックに到着するまで時たまご眺め。うわ、食べればいいんだけどね。はい、うん、あれから卵見続けさせてもらった結果、うん、無事到着しまして、うん、はい、ランバージャックです。はい、はい、そして、店長さんでございます。はい、すいません、今日もお願いします。よろしくお願いします。ちょっと委託をまた持ってさせていただきましたので、はい、ちょっとここに並べていくから、うん、そこでサムネが決まるから、うん、そうで、ここで店長が値段とかを書いてくれて、はい、まあ、僕の場合は後日動画上がった次の日に生態が並べられるって感じになります。この動画が投稿された後、そう、次の日、はい、どんぐらいのね感じになるのか。確かに、うん、結構個数は言われてたけど、今回はここ2ヶ月より分ぐらいよりかは多いかなと思う。それはいいですね。盛り上がってきてるところですね。まあ、ちょうど、まあ、羽化してきてくれたっていうのもあるけど、うん、前回かな、前々回か、はい、店長にそういうこと少ないですねってちょっと煽られたから、おはい、残ってます、映像で。じゃあ頑張って羽化してきたい。そう、みんなが頑張って今月羽化してきた。やっぱり夏近づいてきて、店舗の生態も賑わってる感じだから、うん、そこの流れに乗りたい。はいはい、こっちもね、結構生態も入荷し始めました。そうですね、インドネシア系のクワガタが多分結構入ってるっぽい。だから多分この後店内動画撮らせてもらうんで、うん、そこでチェックできるかなとは思うんで、はい、これで今店長が記入してくれてるって感じ、はい、ちなみにレンタルスペースって最初言ってたの、これで、これでか、一区画一棚5000円、うん、で二棚使ってくれてる人は次から4000円って感じかな、うん、だから9000円で二棚分使えるみたいな。なるほど。で1万3000円で3棚とか、はい、って感じなのかな、うん、
ちなみにこれは今まだ開いてないですか？今あ一つ開きました。あ一つ開いてる。うん、だからこの動画上がった時にはどうかわかんないけど、うんうん、気になる方はぜひ。はい。そう上でそういう飼育スペースを借りれるって感じかな。うんうん、言ったらで作業スペースもあるから。うん、で委託も出せるようになるよっていうシステム。うん、はい。今月はこんな感じで。はい。いやずらーっとなんでね。特にあ奥とか結構やばくない？やっぱまあ一匹一匹がでかいから。うわ、でかっ。きついよな。こいつが。はい、さっきの。え、こいつも、うん、こいつもね、頭の角。こついよな。やっぱ。お、ここ兄弟ではあるんだけど。あ、そうなんだ。そうそうそう。こいつは普通に角長くなったって感じ。へー。まあちょっと曲がっちゃったんだけど。で、まあ基本休眠中の子は、ちょっとティッシュ。かぶせてるから見づらいけど、ちょっとじゃあ今書いてもらってる間に一回委託見に行きましょうか。はい、わかりました。なんで渋々なんだよ。ボケてくるね。いえ、いやあの言わなくてもいいです。そろそろボケてくるんだよ。潰しすぎか。はい。じゃあちょっといいですか、あ、ありがとうございます。早い。おお。全部塞ぐわけにはいかないから一回これはね渡したいな。もう終わったんやそっち。早いな。山口店長めちゃくちゃ早いんだよ。うん。早技だ、うん、手書きだからね、これこの量片してる間に終わっちゃうかも。確かに。よし、じゃあちょっと行きましょうか。はい、今とちょうど見ていただいてるかな。おい、撃つんか。ごめん、昔の職業が。おお、え職業ロイドフォージャーだったの。いいね、わ懐かしいな、アーニャ、元気してっかな。いいえ、実際に触れ合ってたやつや。すごいわ。うお、え？これ見たら、見て、完売です。いや、完売ではないんだけど。もう余計なこと言うから。めちゃくちゃ少なくなって、だってここまでだからね。ここまでがミノルさんのスペースね。そう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 。で、で使わせてもらってて、ここぐらいまで ありましたもんね。そう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 。で、先月も出させてもらったから、うん、半分以下、後ろもあったわけだからね。すごいですね。いや、すごい。いや本当ありがとうございます皆さん。ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれマジすごいな。虹色もだから今回持ってこれてよかったね。虹色はもう結構いないですか。虹色はもう2かな。いやすごいな。大クワもだいぶ減ったね。おお。クワ。うわあ迷った。そうですよ僕も迷いました。いや大クワ、いや大クワたくさんいたから。ちょっと今回持ってくるのやめようと思って、はい、持ってこなかったんだけど、うん、めちゃくちゃいたからね、うんうん、でもだいぶ半分ぐらいいってるかな。おおすげえ。すごいね。いやじゃあなんかまあたくさんこのタイミングで来てくれたのかな、うん、のかな、うん、すごいわ。ヘラクレスはヘラクレスももう1匹だけ。あ確かにこの間ヘラクレス結構、うん、ね持ってきてたの。そうね、だからもうちょい高めの。オスはもう動き出してるからね。メスがもうちょっとかかるかな。だからサイズがちょっとちっちゃめのメスだからもうすぐ動き出してすぐ産卵セットは組めるとは思うんだけど。はい。いやすごいわ。俺はすごいわ。嬉しいね。嬉しいですね。だからいろんな人の元で産卵セットを組んで繁殖とか進んでるかもしれない。うん。そういうツイッターでツイートとかもそういうのいただいたりするから、おお、うん、やっぱ嬉しいね。事後報告ね。うん、だからまあここに、はい、この動画上がった後にバババッと置かれるって感じになるんで、うん、なるほど。またぜひ来てください。はい、戻ってみるか。多分もう終わってると思う。おお、これは終わりっていうか、はい、おお早い。済んでた。委託結構売れてますか。うん、結構売れましたね。おお、やっぱりそうだったんだ。最近ゴールデンウィーク以降やっぱ夏、うん、夏になったっていうのが。そうですね。でかいですかね。暖かくなってくると減らしますね。はい、ああお客さんも、うんうん、昆虫と一緒で暖かくなると。まあでも確かにまあイメージありますからね。やっぱ夏だもんね。やっぱこの時期ぐらいからなんていうんですか、言ったら新規のお客さんとかも増えるんですか。うん、そうですね、まあファミリー層が増えてます。あのノコギリとかカブトムシを置き出すんですよ。あそこでそれを買いに。なるほどね。なるほど。色紙忘れたわ。お、クリアスライダーうわの色紙。何してんすか。ちょっとあれがないと。うん、じゃあ
サインって残ってますか。あーまだありますよ。あーあるんか。あったわ。あった。あでもあーでもめっちゃ少ないわ。6枚6枚6枚7枚か7枚え週1でもらわれたら。あ、週1じゃねえ、ね、1日、週1じゃねえ1日で週1でもらわれたら1ヶ月半持つ。あ、持つわ、うん、じゃあ夏、夏持つわ、夏乗り越える。ああ今のは間違えました。あ、嬉しいね、それも。なんかそれこそ、だからたまに言うけど、はい、ナンバージャックの看板を、いや、シンデレラ城に見立てて写真とか撮ってくださいっていうのを言ってたりするんだけど、うん、いや、言ってたりするじゃないですか。いや、僕内心いねえだろうと思ったんですけど、見るわ。いるよね、ツイッターで見るわ。なんならインスタでもある。あ、マジっすか、うん、めっちゃ映えるじゃん。めっちゃ映える、うん、こうやってあのだから撮ってるんでしょうね。そう、耳のカチューシャみたいな感じで、うん、こうやって撮ってくれて、うん、見る見る、普通に見る。いい感じに写ってるし、みんな。いや、ほんといい感じに写ってるよね、うん、そう、だからちょっとまたタイミング見て持ってきます。はい、ありがとうございます。嬉しい、夏になるとやっぱ、はい、たくさんいるね。うん、いや、良かったですね。仕切りが足りなくなる可能性もあるから、ああ、あれだけど。仕切りの様子見ながら、はい、うちもやっぱ仕切んないといけないやついっぱいいるんで。あ、これの音聞いて。俺これの音すごい好きだから、はい、近づいて。幼虫もちらほらいる。あ、あれ聞けない、手動になっちゃった。カチャね、カチャのことですよね。そうそう、職場体験でこれだけは俺率先してやってたから、うん、中学校の時。うちありました、あれ。おい、僕んちあの酒屋だったね。え、貼られてた、いつ。いや、僕に貼ってるわけじゃねえ。当たり目だろ、1回じゃねえか。いやいや、1回もダメだろ。道徳どうなってんだよ。はい、ナンバージャック、まあぜひ、まあ他にも生態めちゃくちゃいるんで、うん、気になった方はぜひぜひ概要欄にツイッターを、ランバージャックのツイッター載せとくんで、はい、うん、それフォローと、まあ、そこに住所書いてたりするんで、うん、そこを見て遊びに来てくれたら嬉しいですね。はい、はい、なんか僕の生態以外もめちゃくちゃ今いるんで、うんうん、確かに。いや、夏始まってるね。これは始まってます。真っ只中と言っても おかしくはない、うん、やっぱ一足先だね。確かに先取りだ、夏、うん、ぜひ昆虫たちと一緒に楽しんで。あ、そうね、欲しいですね。うん、ちょっと楽しみだな、店内動画撮るのも、うん、確かに。まだ見れてないから、あっちの方とか、はい、どんな感じになってるでしょうね。これね、これ虫神器、俺らが当てられなかったとかね、大川がね、うん、あの時当たった赤足も今産卵セット組んでるから、はい、楽しみだな、うん。赤足もあの後は何点か出されたんですか、お店に。いや、あれだけかな。あ、そうなんだ、今のところは。特別だ。おぉ、交代具。これからだね、赤足とかは。ああ。今少しミヤマが取れ始めて、はい、そうか、ミヤマが出て、だからもうそろそろしたら国産カブトもバッと出るかもね。おぉ、いいですね。岩手、福島、群馬のがいるかね、宮間。あ、宮間は。入ってきてるんだ。あっちかな、あっちにいるっぽいよ。まあ、まだそんな大きくはないけど。はい、はい。まあ、でも、もう多分この動画上がってる頃には、もしかしたら、また新しく入ってるかもね。はい。あ、もう全部終わったみたいで。はい。ありがとうございます。これも、じゃあまた動画上げた次の日にお願いします。はい、ということで、まあ、またちょっと何本か撮らせてもらって、あ、わかりました。よろしくお願いします。はい、よろしく、はい、はい、もう準備できたみたいなんで、はい、ぜひまたランバージャックのツイッター概要欄からフォローもお願いします。はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。